うむり TV。 天然パーマの愛しい、お菓子はほどほどに、うみり。じゃあ、これよく海入るときに見て、アリエルやけど、これアリエル、上手やね、海中ね。で、これちょっと よく海入るやんか、焼きこういう肌をちょっと黒くしよう。なるほど。ウミリみたいにこういう肌をね、黒くしよう。なるほど。でね、影つけるとこがね、あんまね、ないだよね。焼き、この辺とかね、する？だよね。で、ここだけ、この薄いこれで塗るが。ある？で、ここだけはあんまり使ってないだよね。っていう感じ。もう潜ったりはするけど、ね。じゃ影はここぐらいにしとこうか。さっきここは残さん。ね。こういう細かいとこも塗り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 。見て、エミはこんなんで。あー、いたいたいた。なんでこれがあるのかな。じゃあ、ここだけ影ってことやね。ね、顔が塗るのがちょっと長いし、こういう感じでぬるぬるとしていきます。で、こういう風にぬり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 としていって、塗れました。そしたら影を塗っていきます。じゃあここね、まあこれをこの薄いとこでね、こうやって色違う？それ一緒やない？ああ、ちょっと違うか。むずいね、むずいね、海で。で、ここよ、ちょっと影、天才の考えることわからん。ちょっと影焼き、影の方に薄い色を使うという天才やね。凡人は影の方が濃い色で来ると思うやけど、影の方が薄い色を使うという天才やね。上よ。なるほど、重ね塗りしていくわけやね。こうやったら影っぽくなるわね、ねえ、あいつ見て。そしたら髪の毛塗っていくけど、ここがちょっといい系なのよね。赤はあんまり使いたくないき、ちょっとこういう赤っぽいのよ、こういう使ったらいいと思います。じゃあ使ってみます。まずどんな色か後ろにね、ちょっとこうやってやっていきます。いいね、これ、いいね、いいね。じゃあこれをしていきます。じゃあいきます。ちょっとね、こういう感じで、あ、いい色や、いい色、これいい色、いい色や、いい色や。やめて。じゃあパパ、太陽塗ってくれる？太陽、この太陽塗ってくれる？え、俺もやらないかな。パパは別に太陽、じゃあ太陽はこういう塗ってる、塗ってる。え、塗ってってたやん。この色では塗っちゃいかんがよ。あ、ごめん。じゃあこの色で塗ってもらおうかな。これで太陽を塗ります。これで太陽を塗ります。はい、じゃあ塗っていってください。ここは影焼き残しておくからね。何？何しようか？何しようか？太陽よ、塗りよ、太陽よ。それね、塗るんじゃない。にゃん、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 にゃん。貸して貸して、いいか貸して。こうやって塗り塗りって人がわかる？あ、わかった。貸して。はい、塗り塗りって人。の、だから、塗り塗り、塗り塗りって人って行くわね。あ、違う違う違う、あ、違う違う違う。だから、ぬり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 ってしたい子が、結局海がやりよやんか。次回次回
じゃあこれは最後まで塗り上がるまで取ってられんき、この辺で整理させてもらいます。じゃあ完成したら見せる気ね。オッケー。じゃあ整理こうしてます。あったぞ。無理って無理。動画を見てくれてありがとう。次のおすすめ動画はこちら。また見てね。バイバイ。ねえ、今どんな気持ち？無理って無理。はい。